どうも、必殺技研究所ヒロインの高原のライトピンク勝弘です。ただいまお休みいただいてます。お、社長社長今日も社長今日もお休みだったはずなんですけど来てますね。お休みいただいてます。ありがとうございます。今日も来てくれて。はい、シップのスカイブルー翼です。所長じゃないよ。あ、そっか、今日はね、所長としてじゃなくですね、普通に、疾風のスカイブルー翼として来ていただいてます。お願いします。いやー、ただいまー。あー、疲れたー。あれ、所長、何しに来たんですか。今日はお休みです。あ、本当。はい、お休みです。いいな、俺今日学校だったんですよ。これ、何ワールドなの。あ、歌舞伎揚げやるじゃん。世界観が急に変わった。あ、待って、ダメだ、ご飯系はダメだ。あ、じゃあ、そろそろ行きます。本題いやだ。何もやらないでしょ、だってなんか、うん、いや、何でもやらないわけないじゃん。とりあえず端からさ、先だけ折っていこうぜ。なんでバカじゃない。サイコパス。しかも、こう折り方の癖、折り方の癖が強いじゃん。こうなんだよ。いやー、皆さん何色取る？え、てかこれ一色一色ちゃんと色あるんだよね。そうだね。はい、仕事するぞ。どうも、必殺技研究所アルバイトの漆黒の輝き。ちょっと漆黒の使い分って言いかけるでしょ。漆黒音で覚えてるんだからさ、俺出ちゃうんだよ。漆黒の、俺ちょっと非番だからちょっと顔が見切れてるんだよ。じゃあ今日は、うん、俺気になったんだけどさ、はい、どうぞ。あの、時代ってすごくね。時代、石器時代、時代、時代じゃねえよ、はい、時代じゃない、時代です。いや、映ってない。一回黙らせていいですか。技術の発展ってすごいわけで、今、携帯電話、お前、携帯電話触っとんな。ちょっと宇宙戦艦ヤマトに今、たもや、やってもらっていいよ。ヤマトのレビューの、あの動画でしたっけ。じゃあ、レビューまだしないよ。レビューしないです。俺、一人でまだ楽しんでるから。今日あれじゃないの、100円ショップだけでイスカンダルいけるかじゃない。お、100円ショップだけでイスカンダルいけるか。いけるか、ちょっと今度。まあ、それは今度やるとしてだな。はい、あの、iPhone の最新機能知ってます。顔見せたら携帯開くんぜ。うん、だいぶ前になりましたね。その最新ではない。最新ではないですね。うるせえタイム、お休みのくせに聞けよなあ、お前何書いてんだよ。で、顔認証ってさ、うん、どこまでいけるのって話なのよ、うん、あ、どこまでいけるの、どこまでってどういう、そこまで、うん、いや、例えばよ、例えば似顔絵で顔認証できるのかって話。似顔絵、あの、ちゃんと遠回りせず極論までいくチャンネルってさっそくいくのさ。だから、似顔絵を描いて携帯開こうぜって話。おー、うん、なるほどね。いけんのかな、どこまでいけんだろう。でも、ちょっと髪型変わっててもさ、顔認証反応されるじゃん。全然いける。だって人なんじゃん。あ、ワンチャン似顔絵でも、その顔のパーツ感があってればいけるんじゃん。パーツ感、そう、俺なんかパーツで認識してんじゃないかなと思うんだよ。今これそっくりだよ。一回これで開くんだけど、これでやってみよう。これあの、へいへい、伊田さん、これ顔認証してみて。あなたの今一回これで行ってみよう。一回やってみようか。はい、はい、あ、開いたね、開いたね、開いた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 。あ、開かないか。へいへいの真似してます。顔真似で顔真似はダメだったか。でも認証中ってならないの。え、ちなみにこれ開く？これ、え、やってみて。今日漆黒、そう、漆黒さんだから、ワンチャン開かないかもしれない、これは。あれ？開くんだ。やっちゃった、やりきりやっちゃいましょう。やっちゃった、やっちゃったぜ。みんな、やりきったね。